い、皆さんこんにちは、浦方です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画、リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、ライラックスリバーシブルグリップマーカー、サバゲーチーム識別の必需品。はい、ということで、一応ね、この収納時で、一番短い状態、長さが100ミリで、幅はね変わんないですけどね、40ミリとなってますね。で、一番伸ばした状態、これ大体一番伸ばした状態ですけど、これが160ミリぐらいで、まあこれ伸びるね、素材になってますね。伸縮性のある素材になってるんで、一応伸ばした状態だと210ミリぐらいまでは伸びる仕様です。で、両面にですね、シリコンのプリント、ちょっと見づらいかもしれないけどね、この上と下かな、この裏側でもそうだけど、こちらの方にですね、シリコンのプリントがあって、ずり落ち防止になっております。で、赤と黄色のリバーシブル、これを裏返せば赤で、こっちね、赤側になってるのは、まあ裏返せば黄色という風な仕様で、チームチェンジに、即対応できるという商品です。で、女性の細身の腕からですね、マッチョな太腕までサイズ調整可能ということで、今ちょっと一番長い状態なんですけど、まあ、BDU とかね、着てると結構ごわついてるんで、ちょっと大きめでもね、いいかなと思うんですけど、やっぱ走ってたりするとね、ちょっと落ちてきちゃったりとかするんで、このシリコンでね、やっぱり止まってるのはすごくいいなと思います。で、今一応一番伸ばした状態ですけど、特に圧迫なくいけますね。もうちょっと短くても多分ぴったしはまるんじゃないかな。で、これ調整がね、こんな感じでこうできまして、まあ、このぐらいの大きさにしても一応はこうね、腕にはめていける感じですね。はい、まあ、伸縮性がね、さっきもあると言いましたが、まあ、長時間でもね、ちゃんと自分のサイズに合ってれば、違和感なく快適にね、マーカーつけられるんじゃないかな。で、すぐチェンジするときにも、もうここでできるね。ここで、ぐるっと裏返しにしちゃえば、ちょっとライラックスさんのこのロゴが逆になるけど。パパッと。チェンジできますね。はい、はい、ということで、今回ご紹介したのはライラックスリバーシブルグリップマーカー。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画、リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。